皆さんこんにちはレック専任講師え公認会計士の寺内泉と申しますえ今回はレック日商簿記三級完全マスター講座の魅力について余すことなくお伝えしていきたいと思いますよろしくお願い致します 簿記、えー、の資格ですね現代のビジネスパーソンの必須の基礎知識というふうに評価されていますがそもそも簿記、えー、を学ぶことで得られるものって何なんだろうというところ、えー、少しピックアップしてきましたので、えー、順番にお話ししたいいと思いますまず一つ目会社の活動の全体像を理解できるようになる。 ねまあ、お勤めの方であれば、ね、皆さんの日々の業務これはあのどんなに、ね、あの業務について詳しい、まあ、スキルのある方であってもでは会社全体、ね、そのもう少し、ね、大きな視点で考えて会社全体がどんなふうにお金そもそも、ね、調達してきてそれを元手として何を目的にえどんな活動をしているのか。 またその活動がどんなふうに数値になって、えー、表されて報告されるのか、まあ、そこを、えー、説明できる方って、まあね、必ずしも皆さんご説明できるわけではないんじゃないでしょうか。ね簿記を学習することでこの会社の全体像を理解することができます。はい、で、2つ目ですね会社や業界を数値の面から読み解く基礎知識。 これを得ることができます、ね、あの,この知識があるとですね企業や業界を数値の面からあの読み解くっていうことなんですが、まあ、小規模な株式会社を前提としてね簿記3級学んでいくことになりますけれども、まあ、例えば学生の方であればこれからね就職活動に向けてご自身のまあ興味のある業界の分析だったりとか、まあ、具体的な企業の分析されると思いますが数値の面から この会社ってどんなことをして、まあ、何にお金を使って、どれだけ。お金を儲けているのか。で、そのお金を元でに。次はどんなことをしようと思っているのか。まあ、そういったふうに数値の面から、会社のことを理解する。まあ、読み解く基礎的な知識が身につきます。はい。で、三つ目ですね。三級の学習後のお話ですが、まあ、二級。 より上位の級です、ね、2級にステップアップすることで、まあ、転職だったりキャリアアップに、えー、有利ということであのステップアップして上級資格である2級学習していただくとですね今度あの中規模の企業を想定して、まあ、中規模の株式会社を想定して経営の分析ができる。 まあ、あるいは製造業においてですねどんなふうに製品の価格って決定されているのかなとかあのそういったより実践的な知識も身につけることができますでこの2級はですね本当にあの非常にコストパフ,パフォーマンスのいい資格というふうに言われていてですね、まあ、経理への、えー、転職には大変有利ですよね。なんですけれどもその経理の方だけでなく、まあ、多職種の方 例えば営業の方とか、まあ、販売製造の方とかがですね募金を学ばれるることとってていいいうううのにもあの大変な意義があるというふうに考えています、まあ、経理っていうのはいわばバックヤードのお仕事にはなってくると思うんですけれどもそういったね営業販売とか製造とか、まあ、まさにその会社の利益を左右するメインの活動、ね、こういう活動に従事されている方あるいはまあその管理者監督者の方がですね 会社にとってベストな行動、まあ、そのすなわち利益の最大化につながるようなアクションをちゃんと考えて現場で行動できる、まあ、そのことって会社にとって非常にメリットが大きいことは明らかですよね。ということはそういう行動ができる方がリーダーマネジメントとしてね適任であるんじゃないかなというふうに言えると思います。そして4つ目最後ですね 公認会計士あるいは税理士を目指すキャリアの選択肢ということで、まあ、私も、えー、日照簿記3級2級1級と取得して、えー、公認会計士の資格を、えー、取得しておりますが、まあ、これあくまでも一つの選択肢としてですね3級学習していただいて簿記、まあの学習楽しいな 性に合うなとかもっとね。勉強してみたいな。専門的に勉強してみたいなっていう。風うに感じた方は、あの公認会計士だったりとか、税理士といった専門職目指すことも、えー、選択肢としてね。広がってくるかと思います。で、こういうまあ、専門職が気になるんだけれども、ちょっとね。いきなり学習始めるっていうのはハードルが高いなとか。 自分にできるかちょっと不安だなとかね、まあ、そういう方もですね是非、まあ、お試しで気軽な気持ちでですね簿記の3級から受講してみるとあのいいんじゃないかなというふうにおすすめをしております。はいということで簿記、えー、を学ぶことで得られるものということで4つ挙げさせていただきました。で次にですねなぜレックなのかっていうところ、まあ、レックの魅力についてお話ししていきたいと思います。 簿記の魅力は分かったと勉強してみようね三級勉強してみたいなと思ったよでもじゃあなんでレックなんですかっていうところですねはいえまず一つ目ここはあのそもそも予備校を予備校にね入学して勉強した方がいいのか中には独学で頑張れるんじゃないかって思われている方がいらっしゃると思ったので一つ目書かせていただきました。 で結論から言いますと、三級もうだからこそ独学じゃなくって予備校へ入っていただくのがおすすめです。ねあのー、会計について真っさらな状態の皆さんだからこそもう三級本当に予備校の授業ぜひ聞いていただきたいと思ってます。でその方があの結果としてね効率もいいですし、何より正しい知識が身につくと思います。 で私自身もですね、まあ、あの3級から会計士の取得まで学習してきましたけれど会計って、ね、本当にあの基礎ないし、まあ、この全体像を理解することが肝心でしてこう入り口でつまずいてしまったりですとか、まあ、勘違いしたまま理解が浅いまま進んじゃうと途中でねあれ今何やってんだっけ何でこれやってるんだっけっていうところが分からなくなってしまって、まあ、あるいはあのせっかくね 興味を持って始めた学習なのになんかこうわかんなくなっちゃって挫折しちゃったとかまあ、せっかくねこう楽しくね学習できていれば広がったかもしれないまあ、専門職に就くっていう選択肢もね閉ざされてしまいかねないと、まあ、それ本当にもったいないしあの残念ですのでどうかあの最初こそですね予備校を選びいただくことをお勧めしています あの講義があるとこれをこなすっていうのが一つの,あの学習のペースメーカーにもなりますし学習の計画が立てやすい点もあの非常にメリットがあると思います。でそれからですねあのこれもすごくあのおすすめポイントなんですけれど講義あの全部受講いただいてから直前期ですね試験の前の期間「東連」というものを用意しています。あの本番を見据えたね そのまあ、60, 分60分間なんですけれど本試験、まあ、その60分で、えー、解く本試験を想定したような、まあ、答案練習ですよね。これがあの本当にね本試験の,あの最新の出題傾向を加味してあの精度高い予想問題として作成してますのでこれをねぜひ受講していただきたいんですね。まあ、あのやはりあのテキストとか問題集を解くだけではなくてこの答練を通して 本試験のの総合問題の形式にちゃんと慣れておくことと本試験と同じ60分っていう決められた時間でこういかに点数を効率よくね獲得するかっていう練習これ本当あの合格のためにもう必須って言ってい,いくらい重要ですので繰り返しますが、ね、最初だからこそあの予備校をね是非利用していただきたい。はい、ということで、まあ、それを踏まえてじゃあ予備校には入りますよと。 じゃあなんでレックなのっていうところをお話しさせていただきますね。はい。まず学習スタイルに合わせて選べる講義ということなんですが、レックではね学習のスタイルまあ、皆さんの好きなね好みに合わせて2種類のウェブの授業をあの受講をいただけるようにまあ、選んでいただけるようになっています。 例えばですね週末にがっつり学習されたい方は1コマ2時間半の授業を用意しているんですけれどそちらをね集中して受講いただくあるいはあの毎日の通勤時間だったりとかまあ隙間時間お風呂入ってる時間とかでもいいんですけれどまあそういう短時間でコツコツとねあのコンスタントにテンポよく学習していきたいよっていう方はこれあの私が授業を担当させていただいてるんですが1回まあ15分から20分ぐらいの ショート講座ですかねこちらを受講いただくとそんなふうにあのご自身の求める学習スタイルに合わせて2通りの授業を、えー、ご受講いただくことができます。であるいはあの基本的にはその2時間半の授業を集中して受講いただいてでその短いね15分とか20分のこの短い授業については辞書代わり。 こう復習したい論点だけを後でね、ピンポイントで学ぶとか、まあそういった使い方も、あのすごくおすすめです。結構使い勝手がいいですよね。こう移動時間とかに合わせて。まあ短い時間で、パパッと学習したい方だったりとか。いや、もう平日はね、忙しくて、そんな余裕ありませんから、週末がっつりやりたいんですよっていう方とか。あの皆さん、あのニーズに合わせて、お選びいただければと思います。はい、で、この次ですね。えー、テキストが。 最強と書いていてるんでですすけれれどもこれ本当にですねレックのテキストとにかく優秀なんですよあの私もですね市販されているテキストあの一通り目を通しているんですけれどレックのテキストね必要なことだけが端的にまとまっててあのいい意味で情報量が多すぎないんですよ。合格のためのもう必要十分な情報だけが盛り込まれていると。 まあもちろんねあの好みとかもあると思うんですけれどやっぱりそのテキスト見た時になんて言ううでしょう適度にこう余白があってかわいいキャラクターもねあの学習を楽しいものにしてくれたりするんですがこう多少ページ数が少ないとしても字がこううなんだろう密集してるようなテキストをばってこう開いた時にわあ字が多いなっていうテキストってもう開いた瞬間ちょっと嫌になっちゃいますよね。 なので、まあ、ストレスなく楽しくね学習を最後まで継続するっていう意味で、まあ、テキスト選ぶのすすごくく重要になってくるかと思いまレックのテキストはですねあの論点ごとに賞立てされていまして本文で内容を学んで,でその後例題が載ってるこの繰り返しで構成されていってます。 皆さんがあのレックで受講いただく場合はこのテキストに沿ってまあ進む授業を受講していただいてですね授業の中で例題まで基本的には確認しますでセットの,あの問題集もありますのでそちらもねあのお渡ししますので復習の際に授業を受けた部分の問題集を解いて確認とこれをまあひたすらね繰り返していただくですのでこう学習かなりテンポよくですね気持ちよく進めていただけるんじゃないかなというふうに思ってます はいで最後ですね学習フォローアップ制度が万全ということでレックにはですね教えてチューターという制度がありましてこれインターネットで24時間いつでも質問相談ができる皆さんの学習フォローアップ制度となってます。で先ほどもあのお話ししましたが簿記の学習ですねあの疑問とか不安をとにかく放置しないで、まあ、しっかり基礎 だっったりととか全体像を固めてていくことが本当にに大切になってきで、まあどうしても学習の過程で,ですね疑問生じたりとか学習が思うように進まなくなっちゃって本試験までの学習方法を相談したいなとかってね思った時にもう遠慮なくですねバンバンあの利用していただければ安心してね学習進めていただけるんじゃないかなというふうに思います。 はい、えー、いかがでしたでしょうか、簿記の魅力え、そしてレッグの魅力ですね、お伝えできましたでしょうか、ね、あの皆さんが、まあ、レッグとともにですね、簿記の世界への大きな第一歩、踏み込んでいただけることを心よりお待ちしています。